プログレス M-58 は2006年10月23日に打ち上げられたプログレス補給船。国際宇宙ステーションへの補給活動に使用され、バージョンはプログレス M11 回 615A55、シリアル番号は358。NASA による名称はプログレス23。2006年10月23日13時50分36秒、バイコネルール宇宙基地のサイト1。 こからソユーズ、ユーロケットによって打ち上げられた。23P は10月26日14時28分46秒にズベズダモジュールの後方ポートにドッキングしたが、ドッキング直前にクルスドッキングシステムのクロスに AO、ベカアンテナの引っ込みを行ったことが確認できなくなり、ドッキング後の最終ラッチ作業が約3時間遅れた。ISS にクルーの食料、水、 酸素及び科学研究用の機器など、計 2205kg を輸送した。軌道上で確認した結果、実際にアンテナの格納ができていないことが分かったため、2007年2月21日に修理のための船外活動を行って、このアンテナのロッドを切断して、ワイヤーで固定して格納する作業を行い、ISS から安全に分離できるようにした。23P は、 約5ヶ月後の2007年3月27日18時11分に ISS からアンドッキングした。27日22時44分30秒に軌道離脱。太平洋上空にて大気圏再突入を果たし、およそ23時30分22秒に燃え尽きなかった。機体の一部は海上に落下した。ありがとうございます。